本とアメリカの EP3 電子戦偵察機共同訓練が実施されたよ。これによって東シナ海の防衛事情も変化しつつあり、それに対応するというか、反応したのが中国だね。標的となったのがもはや恒例と言いたくなる尖閣諸島で、報道規制があるとは考えたくないが、日本のマスコミが報道しないことはかなりあるよな。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。例えば台湾関係のニュースだけど、2011年平成23年3月11日のあの大災害に世界各国から支援の手が差し伸べられたんだけど、一番早く動いてくれたのが他ならぬ台湾だったことを被災地以外の地域で知ることができたのは、数年後のことだったよね。台湾のパイナップルを中国が輸入拒絶というニュースが話題になったのは最近のことだから皆さんもご存知の方が多いだろうな。ある新聞の台湾駐在員が日本人がパイナップルを買ってくれた。ありがたいとお礼を言われたというエピソードも紹介されたぜ。このように報道されるニュースは時勢によって変動することがあるようで、報道という本来の意味からすれば逸脱しているという感じがするよね。さて今回だけど、報道されないニュースの一つを紹介していくよ。題材は中国で、南シナ海を海上自衛隊 P3C 哨戒機が飛行したことに中国が猛反発したんだけど、日本は無視したというニュースだね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土で、その周辺海域も当然日本の領海だぜ。中国はその海域へ幾度となく侵入行為を繰り返したり、日本の漁船を追い回して操業の邪魔をするなどしているのだが、次第に行動は凶暴化しているようだな。領海を侵犯されても、日本は武器で攻撃することはできず、せいぜいが退去を呼びかけるという紳士的な対応しかできないんだけど、だからこそ日本を見くびっているんだろうね。2021年2月、中国は日本政府に非難声明を出していて、理由は我が国の領土である中国の主張によれば南シナ海上空を日本は無断で飛行したということだったんだ。中国に言わせるともともと南シナ海の約 80% の海域は自国領なんだそうで、確かに昔々はそうだったのかもしれないな。東亜元など対外領土を拡大した巨大帝国の時代も、明の帝和などに代表される大航海時代が中国にあったのも史実だぜ。しかし、21世紀現在の状況は全く異なっているよな。なのに勝手な主張を声高に叫ぶ中国は日本だけではなく、因縁のある台湾はもちろん、インドネシアやフィリピンなど周辺国との紛争原因となっていて、しかもこの紛争が長引くためにもなっているんだ。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘だったよ。この指摘に対し、現在の防衛大臣岸信夫氏は2月26日の記者会見の席上海上自衛隊 P3C 哨戒機の飛行行動を中国から非難されたが、この行動は国際法上適法であると改めて述べたね。つまり、この海域は中国領ではない日本領だという日本の従来の立場を改めて公表したと言えるな。その南シナ海では、アメリカによる航行の自由作戦が継続して展開されていて、フランスの原船も2021年南シナ海を航行すると表明しているらしい。この2国に倣うかのように、イギリスも2021年最新鋭航空母艦クイーンエリザベスを派遣すると決定したとか、女王の名を冠したこの艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型双方の飛行隊を艦載させる予定になっているとも言われるよ。ということは、中国が主権を主張している南シナ海に3つの大国の艦隊が派遣されるということだね。こうやってアメリカやヨーロッパ主要国が南シナ海へ集結するということは、ひょっとしたら西側諸国が協力して中国の海洋進出南シナ海を含むの状況を牽制しようと考えているのでは?と期待してしまうよ。もしこの国々がそういった意図で行動しているのなら、日本には非常に心強いのだが、果たしてあの中国に効き目があるのか。なんといっても相手は軍事拡張に命を懸けているような国で、アメリカなど外国艦隊を見ても、
脅威と感じるほど可愛げのある国とは思えず、怯えるどころか、逆に反発してまたまた軍備増強路線を突っ走りそうな嫌な予感がするぜ。今回中国と日本の争点になったのはミスチーフイクリで、この干渉はフィリピンのパラワン島から西方約 209km の洋上にあり、中国が実効支配するまではフィリピン領とされていたよ。ところがアメリカ軍がフィリピンから撤収した数ビッグ基地からの撤収など隙を狙ったかのように、勝手に建物を建設してしまったな。目の上のタンコブイコールアメリカがいなくなったので、この機を逃してはならぬと急いだんだろうな。この処置に当然フィリピンは抗議したが中国は我が国の領主を守るために建物を作ったと言い張ったそうだ。中国の南沙諸島人工島建設が国際的に知られるようになったのは最近のことで、2014年平成26年頃と言われ、わずか2年で7カ所も工事を行ったよ。こういった動きが人工衛星から確認できなかったのだろうかと疑問に感じるし、まさか、わかっていて手をこまぬいていたということはないと思いたいよね。中国が作った人工島の多くはミスチーフイクリと同じように満潮時には水没してしまう小さな暗礁なんだけど、強引に埋め立てた中国は、超短期間に人工島を完成させてしまったわけで、これが実効支配の証拠とされたんだ。注目される3カ所は前述のミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スビークリで、この3カ所には戦闘機から爆撃機までどんな航空機も使用できる大きなサイズの滑走路が作られたんだけど、中国が作ったのは滑走路だけではないんだ。軍事関係施設だけでなく、民間施設までも含む多種な建物が確認されるらしく、港湾の整備も進められていて、航空戦力だけでなく海軍の拠点としても使用されることが予想されるぜ。逆に言えば、中国以外の国にとって南シナ海のこの3カ所は脅威になる可能性のある場所ということだな。中国は軍事関連以外の施設を建造し、民間人を送り込んでいるが、この場所は小さな干渉だった時には干潮時以外は海中に沈んでいた場所だからな。つまり人間が住むことは不可能だったわけで、居住できない場所を強引に埋め立てて土地を造成して、軍人ではない人間を送り込んだことになるぜ。個人的には、干渉を埋め立てた地盤は強くないだろうから、地震や津波があったらひとたまりもないのでは?とそちらも気になるよね。中国が民間人を人工島に送り込んだのは人間の盾にするためだったと思われ、戦闘で民間人の犠牲が出れば世界中から非難されるから。あえて民間人を敵前に送り込むという非常な措置は戦術としては理にかなったもので、真心の兵法を彷彿させるよな。中国とアメリカが軍事衝突した場合の主戦場は南シナ海が最有力と推定されているから、戦略的には中国が優位に立っているのかもしれないぜ。尖閣諸島のように、本土から遥か遠く離れた島嶼部では、実効支配した者が勝ちという傾向が強くなっているように感じるよね。昔からの主権を持っていると主張しても、実質的に支配してなければ、主権は無視されてしまうということになりかねないということだよ。日本も散々揉めた末に尖閣諸島を国有化したはずだが、それだけで実質的な手は何も打っておらず、日本の領土だと強く主張しても、実際の場所に中国人がいたら証拠にはならないのではないかと思うぜ。政府の目が行き届かない離島について、地元の漁師さんたちにばかり不安な思いをさせることなく、海上保安庁や海事、空事の対応にも期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ海軍において航空機及び航空機搭載兵器に関する物的支援を提供する機関である、海軍航空システムコマンドネイバルエアシステムズコマンド NAVAIR のことは、みんなも知っているよね。その海軍航空システムコマンドが2024年2月7日付のプレスリリースで、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲に搭載される、着艦誘導装置 JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステム1機を契約金額860万ドル約11億3000万円で、
製造元のアメリカのレイセオン・インテリジェンス・スペース R&S に発注する契約を交わしたことを発表したな。さて、今回は空母化改修が進む護衛艦出雲に搭載予定の着艦誘導装置を発注した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の続きなんだけど、レイセオンからも2月14日に、NAVAIR 内においてプログラム管理責任を負うアメリカ海軍交通管制プログラム室 PMA213 から、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲向け統合精密侵入着陸システム JPALS を FMS 契約で受注したことが明らかにされたよ。これは2022年12月にアメリカ海軍が FMS 対外有償軍事援助を通じてレイセオンに発注したもので、今回は2024年度令和6年度に出雲に搭載される予定とされ、防衛省では2022年度令和4年度防衛予算で計上していた出雲型護衛艦改修費用61億円のうちの36億円から支出されるみたい。また、2023年度令和5年度防衛予算においても出雲型護衛艦の改修費として52億円が計上されており、その予算の中から2番艦加賀に搭載される着艦誘導装置 JPALS を取得することになっているな。この JPALS とは、GPS グローバルポジショニングシステムと UHF 並みによって F35 ライトニング2や、FA18 スーパーホーネットなどの艦載ジェット戦闘機及び V22 オスプレイなどのテルトローター機や、ヘリコプターなどの航空機を母艦まで自動で誘導し、空母や強襲揚陸艦への着艦をサポートするシステムで、それらの艦載機にそれぞれに搭載される受信機と GPS センサー、艦艇に搭載するアンテナなどの機器で構成されており、夜間や悪天候時に海上の波高が4メートルある状況でも安全に着艦を誘導できるシステムだぜ。空母や強襲揚陸艦に着艦しようとする航空機は搭載している受信装置によって、GPS センサーによって取得した海上におけるリアルタイムな位置情報を確保すると同時に、航空母艦や強襲揚陸艦側から発信される UHF 波を受信し、それらによる位置情報を照合して時期と母艦との位置関係を正確に割り出して安全に着艦を行うことが可能となるらしい。航空母艦側からは指向性が強い誘導用電波をも発信させることが可能であり、夜間や降天時など着艦しようとする航空機のパイロットの視界が確保できないような場合においても、安全で確実な着艦誘導が行えるよ。この JPALS による着艦誘導については、すべてをシステムに任せる自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用におい最も難易度が高く人為的なミスが発生しやすいとされる着艦を、システムを完全かつ安全に行うことが可能だね。アメリカ海軍ではこの JPLAS を、保有するすべての原子力空母に搭載しているのはもちろん、軽空母的に F-35 の垂直短距離離着陸 VSTOL 機である B 型を運用しているアメリカ級強襲揚陸艦などにも搭載しているほか、同盟国のイギリス海軍のクイーンエリザベス級空母クイーンエリザベスとプリンスオブウェールズや、イタリア海軍の空母カブールにも搭載して、これら同盟国空母との共同作戦を実施する際のパイロットの負担を軽減させていて、海上自衛隊の出雲型護衛艦にも搭載することでインド太平洋地域における共同作戦を無理なく実施できるようにしているんだって。レイセオンのサーベイランス及びネットワークシステム担当社長であるデニス・ドナヒュー氏は過去数年にわたって当社は、PMA213 と海上自衛隊との協力のもと、軽空母として運用される予定の出雲型守る艦での固定翼航空機運用における、安全性と運用能力の向上をもたらすために、気象条件に関係なく常に正確な着陸が可能となるよう JPALS の改修に努めてきたとした上で、当社はこれまでアメリカ海軍に22機のシステムを予定通り、もしくはスケジュール前倒しで納入しており、この早期納入の実績を日本の護衛艦に対しても引き継ぎたいと考えているとの声明を発表し、出雲型護衛艦への搭載に全面的に協力する姿勢を示したよ。護衛艦出雲における1回目の改修工事では、F-35B が垂直着艦する艦尾に近いヘリコプター発着艦用の4番、
5番スポット周辺の飛行甲板の耐熱塗装や、飛行甲板上を滑走路と待機用エプロンとに区分する赤と白の短いラインが交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれ、さらに走路部分には黄色の滑走路の表示線であるトラムラインとショートテイクオフライン、バウラインが引かれたな。トラムラインは F-35B が発艦する際の短距離滑走のためのセンターラインとなり、これに沿って滑走を始めた F-35B は飛行甲板上に横に引かれたショートテイクオフライン上で水力ノズルを下側に向けて浮力を増し、さらにそこから250フィート76.2メートル先に引かれているバウラインに達したところで飛行甲板から車輪が離れて飛行状態に入るぜ。これらの飛行甲板上の回収を終えた出雲において、2021年10月3日の日中に四国沖の太平洋上においてアメリカ海兵隊岩国航空基地の第242海兵戦闘攻撃飛行隊所属の F-35B2 機による発着艦試験が実施され、垂直着艦及び短距離発艦の試験が成功したとして、防衛省では5日にその際の動画を公開して大々的に発表したよ。ただし、この時点では出雲に JPALS は搭載されていないため F-35B の誘導は手動で実施されており、アメリカの強襲揚陸艦上で航空機誘導に当たっているベテラン誘導員が担当したものとみられているな。防衛省では F-35B を2025年度令和7年度から導入するとして、最初の6機が2025年度中に配備される予定とされていて、現在急ピッチでパイロットの養成が実施されているとみられているが、2024年年度末から開始される出雲の2回目の空母化改修が終わったとしても、航空自衛隊の F-35B のみで出雲に艦載される航空隊が編成されるかは微妙とされ、F-35B 飛行隊編成まではアメリカ海兵隊が運用している F-35B の海上航空基地として使用される可能性が高いとされているよ。また自衛隊にしても、出雲と加賀の空母化改修が完了するのが2027年度とされていることから、それまでの間にアメリカが海軍の強襲揚陸艦において海兵隊の F-35B を運用するという2つの異なる組織での、共同運用のノウハウについて学ぶ良い機会であるとの見方もあり、海上自衛隊の護衛艦上で航空自衛隊の戦闘機を運用するこの上ない手本となるだろうと見られているぜ。また、出雲型護衛艦に搭載できる F-35B の機数は10機から多くとも14機程度とされていることから、出雲と加賀を合わせても最大で30機にも満たず、中国海軍の空母1隻分にもならないとして出雲型護衛艦の改修と高価な F-35B の導入に防衛予算を投入することを、無駄であると指摘する軍人評論家が少なからずいるようだな。しかしながら、近年緊張が高まっている中国による台湾への軍事侵攻や、毎日のように中国海警局の艦艇によって領海侵犯が繰り返されている尖閣諸島での軍事衝突などが勃発した場合、中国軍が沖縄本島の飛行場などに先制攻撃を仕掛ける可能性があり、その際には航空自衛隊の那覇基地や場合によってはアメリカ空軍の嘉手納基地なども弾道ミサイル攻撃を受けて使用不能となる可能性は否定できないぜ。その場合、南西諸島には代替となるような長い滑走路を持つ飛行場がないため、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦のみならず出雲型護衛艦も、移動可能な洋上航空基地としての運用が期待され、出雲型護衛艦の軽空母化改修には意味があるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今まさに護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進んでいるね。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化はギリギリのところで間に合いそうだな。さて今回は護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の海上自衛隊において最大にして最強の護衛艦である出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機を VSTOL 垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められているよ。
出雲片護衛艦の公開諸言は、基準排水量1万9500トン満載排水量2万6000トン全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル水線幅 29.6 メートル深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルの規模で、5では加賀が大きな存在感を示しているんだ。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたけど、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度運用するようになるらしいね。F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されているぜ。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては同じ第5世代ステルス制空戦闘機である F-22 ラプターを超えると言われており、さらに同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型艦上機型の3タイプが存在していているな。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターの略称 JSF とも呼ばれるらしい。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は STOVL と呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機だね。その際にはエンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから排気ノズルを下方に向ける形だよ。また、エンジンから伸びるシャフトに関してはクラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて下方向への推力を得るぜ。その際には機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているためにバブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていないらしい。リフトファンの吸気ダクト扉後部には2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となる STOVL 飛行時でもエンジンに対しては十分な吸気を行えるようになっているみたい。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して垂直離着陸時やホバーリング時に機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されているぜ。このリフトファンから吹き出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークからサイドエンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても高いエンジン運転効率を維持することができるようだな。防衛省では F-35B を42機調達する計画で、2024年度には最初に導入される6機を宮崎県にあるニュータバル空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させるんだって。この F-35B 飛行隊の陸上基地として宮崎県のニュータバル基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な初着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだね。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すんだけど、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられているよ。
この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたけど、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていたんだ。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の FA18EFEA18GE2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ三沢、横田、厚木、岩国で大体運用されるみたい。しかし、硫黄島基地は岩国基地から約 1400km も離れていることを理由にアメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始されたぜ。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言えるな。F-35B は前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある核飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができるんだ。その際、中国側から先制攻撃を受けて滑走路が使用不可となっていても STOVL としての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては非常に有効な戦力となること間違いなしだね。そのため空自では F-35B を出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において F-35A や F-15J が短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも、離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして南西諸島などの、島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっているよ。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していたぜ。軍事専門家などの間でも出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われているらしい。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。